こんにちはカナダ在住の声明発表国土安全保障省長官は国の恥ということでお話をしていきたいと思いますえ本当はねあの2本目は今日カナダの話をしようかなと思ってたんですが、えー、とちょっと9個です、ね、トナさんが思った以上にブチギレの声明だったのでこっちの方が重要かなと思いましてこちらに変えましたはいいいよろししくお願いいたします、えー、とまずですねプロジェクトベリタスがですねこの国境関連ですごい働きをしそうな予感がしています、えー、と今ですねあの テキサス州国境に突撃しているようなんですね。で、あ、ま、今っていう言い方変ですね。あの、テキサス州国境に突撃しました。で、えー、そこでですね、現地で取材をしている最中にですね、ここは私有地だって言われて追い出されたんですね。で、それを受けて、オッケー、じゃあ私有地じゃないところで取材してやるぜつって、セスナ使って、空から取材するんですね。はい。でも、ま、もちろんですね、あの、空からはですね、まあ、あの、どんな感じで配置されてるかっていうのがわかる程度なので、まあ、特には、何とも言えない話じゃないですか。 で、えー、それだけじゃなくてですね、どうやらそのテキサス州国境に行ったと理由の一つはですね、えー、CBP 国境警備局の内部告発者と会っていたようなんですね。えー、明日ですね、その国境警備局からの内部告発を公開するというような予告動画が流れてまして、これはね、 下手するとすとんでもないことになるかもしれないですね。あの、プロジェクトベイタスはね、たまにね、あの、ちょっと煽りすぎてるかなっていうところはあるんですよね。あの、Facebook が異いい例かなって思って、えっ、ー、と、なんだろう、なんとも言えない内容の時もあれば、えー、すごいいい内容の時もあればっていうような感じがしますので、えっ、ー、と、まあ100、100%期待していいかって言われたら、ま、なんとも言えないところもなくにしもあらずなんですが、ただですね、え、この予告動画の中で言及していた一つのキーワード、画像があるって言ってるんですよ。で、よく何回か動画の中でそろそろその、 え、内部からですよね。え、国土安全保障省だと僕は思ってましたが、どうやら国境警備局の方からですね、えー、情報提供が出てくるんじゃないかっていうような話をしてましたが、意外と早くですね、もう出てきちゃいそうな気がしてますね。はい。えー、まあ、どんな画像になるかっていうところが重要なのかなっては思うんですが、えー、とりあえず明日ですね、えー、 ワクワクしながら待っておきたいと思いますし、下手するとですね、これで時事政権本当にやばい窮地に陥る可能性ってあるんですよね。今もうすでに新聞とかで言うとワシントンポストにでさえですね、批判されてますよね。で、テレビの方で言うと CNN にも批判されて、MSNBC っていうようでね、そういういわゆる局って言われるような、あ、局じゃない、極差って言われるような、えー、メディアにでさえですね、時事の今のこのやっている国境っていうのはちょっとダメなんじゃないかというような感じで批判を受けているっていうのが現状なんですよね。 そんな感じになってきているので、え、多分もうあの、いわゆるファクトチェック団体みたいなのをね、駆使して、え、これ、この画像は偽物だみたいなことを言おうとしても多分無駄だと思うんですよね。なので、あの、マジですごい画像が出てきたらとんでもないことになってくんじゃないかなっていうふうに思いますので、楽しみにしておきたいなというふうに思います。はい。 では、えっ、ー、と、トラさん怒りの声明発表ということでですね、えっ、ー、と、今日怒りの起爆剤になったのは多分二つだと思います。一つはですね、僕の一本目の動画の内容で、えっ、ー、と、自治政権がですね、なんかもう裁判とか全部すっ飛ばして、でも完全に、えー、もう自由に国内行き来させてるっていう話しましたよね。多分、あれがまず怒りの原因の一つ。もう一つがですね、今日 ABC ニュースにマヨルカス国土安全保障省長官が出たんですが、まあ、ニヤニヤした顔をですね、ずっとさら しながらですねまあもう何なんだお前はっていうようなことばっかり言ってるんですよねまずあの国境は今閉じられているから、えー、厳重に警備がされていて、えー、来るべきタイミングじゃないんだ私はこれをずっと言い続けてるんだっていうふうに言ってるんですがあのもうちょっと声を大きくしていただけませんかねっていうふうにまず思いますよねあの残念ながらあなたの声はですねその、えー なんだ中南米の国々の人々には全く微塵も届いてませんからえ何を言ってるんだねっていう話なんですよね。であとはですね、散々ですね、何から,何からあの指摘されてもですね、すべて、いや、これは前政権が悪いんです、前政権がとんでもないことをしたのを今、我々が大変な思いをしながら、なんとか。 立て直そうとしているんです。我々は悪くないんです。悪いのは全部全政権なんです。虎ん政権が悪かったんだーっていうふうに、まあずっと言い続けてるんですが、まあもう国民も気づいてますよね。あの、お前らが引き起こしたんだろうと。 その、トラさん政権は、もともとその、僕何回も言ってますけど、トラさん政権は、その、受け入れるつもりなんかないっていうので、え、いろいろ進めてたわけなんですよね。だから、あんたらがなんかガバ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 、ドバ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 なんかめちゃくちゃに、えー、不法移民を入れさせてるがために、それはね、準備できてるわけないんですよね。何の準備も整わずに自分たちがやったことをなんか全政権が悪いんだって言ったのは、もうこれ、なんだろう、ガキでもわかるわけのわかんない理論なんですよね。はい。あ、すいません。ちょっともう、文句が止まらないので、ここで一回終わりにしておきたいと思いますが、えー <laughs> そんな感じで、えー、その自治政権の出した政策の変更、そして、えー、と ABC ニュースでのマヨルカス長官による、えー、アホみたいなインタビュー、この2つがおそらく寅さんの怒りにあの火をつけたんじゃないかなというふうに思ってます、はい、声明はですねこれだけじゃなくて、ですねもう1枚、ですねこの頭から下ま,あの下までです、ねえー、分の結構長い分量になっています。 はい。では行きたいと思います。あの、ところどころ僕の意訳が含まれてますが、それトラさんの気持ちを、なて言うんでしょうね、あの、組んでの、えぇ、ー、和訳になってますので、よろしくお願いいたします。自治政権に最も強固な国境を引き渡した。彼らはそれを維持するだけでよかった。たった数週間でアメリカ合衆国の勝利を国難に変えた。手に負えない状態に陥っている。無能な長官マヨルカスの今日のテレビインタビューは、 国の恥。深刻な危機を生み出し続け加速させている彼の自己満足な主張は彼が国土安全保障省を率いる能力からほど遠いところにいることを証明している。クソムノ長官のマヨルカスの乏しい能力でさえ我々にキャッチリリースを不法移民にすれば世界中から不法移民が押し寄せることを理解させてくれている。一応こうあの注釈で え、キャッチリリースはその、戸田さん政権からやっていないやり方です。トラさん政権の時は、あの、キャッチして、そのまま突っ返すっていう方法だったんですね。で、えっと、時事政権のやってるのは、えっと、オバマ政権と同じで、国境で捕まえて、で、そこで、まあ、なんて言うんでしょうね、あの、まあ、書類に記入させて、で、えっと、犯罪歴ないかチェックして、で、そのままアメリカ国内に、えー、リリース、解放するっていうような感じで、まあ、それで今ガバガバ、ガバ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 どん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 ね、入れてるっていう状態ですね。はい。 国の英雄であるアイス、移民関税執行局に対し、報道禁止令、観光令を命令したことは、議会が直ちに調査をしなければならない深刻な問題だ。これですね、あの、一つ思ってるのが、あの、今週ですね、えっ、ー、と、テキサス州選出の上院議員2名、あまた名前忘れちゃった、えテッドクルーズさんともう1名ですね、が、あの、現地入りします。で、えっ、ー、と、多分その後に、これ実行される気がするんですよね、その、 観光令をなぜ命令したのかとか、そのあたりの調査してくれそうな気がするので、ちょっとその辺で楽しみにしておきたいなというふうに思います。はい。彼らが何かを隠蔽しているということは明らかだ。過ちを認め、私の政策の有効性を認めることが唯一の事実が引き起こしたこの危機を乗り切る方法だ。直ちに壁の建設作業を再開すること。そもそも壁の建設作業を中断するべきではなかった。 彼らの政策は不法移民の命を奪うことにもなった。これあの、二つありまして、一つは事故。あの、覚えてますかね確かカリフォルニアだったと思うんですが、なんかトラックと、えっと、5人乗りの SUV になんか二十何人乗ってたっていう、で、それがドカーンってぶつかっちゃったっていう話ありますよね。それで不法移民の何人かが亡くなったとか、あと病院送りになったとか、そういうのはありましたよね。で、あともう一つが、トラさんこの声明の中でも言ってますが、そもそも、このアメリカを目指すその旅、 っていうのが非常に危険だからやるべきではないということなんですね。はい、これはね、マヨルカス長官も言っててあの、旅がもう危険だからやるべきではないっていうふうに言ってて、だからもうちょっと大きな声で言ってくれよっていう話なんですが、まあ、そんな感じです、はい。膨大な量のドラッグが国内に流れ込んでいる、性犯罪は言及せずとも分かるだろう、現政権の無謀な政策は国民を犯罪の脅威にさらすことを助長している、我々の国が破壊されようとしている。 ということで、えっ、ー、と、まあ、あの、本当にお怒りだと思います。んで、特にですね、あの、もう僕も含めてなんですが、当初ですね、2016年当選した時に、国境に壁を作るってなんだそのトンチンカンな案はっていうふうに、まあ、かなり批判を受けてたんですね。僕も正直、壁って何その案っていうふうに思ってたんですよ。でも、トラさんはその周りからの批判も全く無視して、もう、そんなもん気にせずに、で、えっ、ー、と、一回、 あの、あれですよね。予算も決まらなくて、結果として、連邦のね、あの、政府の機能が完全にシャットダウンされたこともありましたよね。それぐらい、壁の建設っていうのに、えー、情熱を注いで全力で尽くしていて、で、自分の任期の最後の最後にもね、直接テキサッシュ7アラモのところのね、壁の建設現場のところを訪れて、で、壁の建設をしてくれた人、そして、えっと、アイスの人たちにですね、え、感謝の、 演説をししに行ってましたよね、まあ、それぐらい本当に本人はですね、このか国境に壁を立てることによる有効性っていうのを知ってて、で僕、も今は、ね、ようやく知ってますが、それをね、ようやく広まってきたところでもあるんですよね。で、そんなところで、じじいに政権奪われて、で今はもう、そこをめちゃくちゃにされてるということで、まあ、悔しさも半端ないでしょうし、 うんまあ、悲しさもあるだろうし、うん、で怒りもそこから、ね、どん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 ん湧いてくるだろうしっていうことで、多分この、何、えー、て言うんでしょう、生命に結びついたんじゃないかなというふうに思います。はい まあね、まず一つはですね、明日のプロジェクトベリタスの活躍に僕は期待したいなっていうふうに思ってますね。それ次第ではこのね、マヨルカスのこのニヤニヤした顔をですね、もうしかめ面というか、もうなんか泣き面にすることができるようなものが出てくるかもしれませんので、えー、さあ、プロジェクトベリタスがどんなものを出してくれるのかっていうところですね、それを楽しみにしておきたいと思います。明日ですね、えー、と、まあ日本で、日本時間で多分言うと火曜日になるかと思うんですが、えー、明日、 で次第ですね、またすぐに動画にして皆さんに紹介したいなっていうふうに思いますのでよろしくお願いいたします。はい。えー、では今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。